池田博士池田博士7月30日から1939年1月7日は日本の内務官僚都市計画家都市計画法の制定に携わり内務省にあって優れた手腕から切れ物という異名を取った関東大震災後の東京市場役京都府と神奈川県の知事も務めた静岡県生まれ旧幕臣、軍長 池田忠和の長男として生まれる。旧姓静岡中、東京府立一中、一校を経て、1905年、京都帝国大学法科大学法律科卒。同年、内務省に入り地方局に勤務した。その後、奈良県事務官、第二部長、神奈川事務官、三重県事務官を経て、1911年に土木局道路課長として本省に戻った。 1913年から翌年にかけて、欧米視察に出て、ロンドンのバンコク道路会議に出席、各国をめぐり、特にドイツの都市計画制度から大きな影響を受けた。帰国後、明治時代以来の懸案であった道路法制定に取り組む。後藤新平内務大臣に認められ、1917年。 後藤内省の指導力により創設された内務省大臣官房都市計画課の初代課長に就任した。都市計画法案を起草し、同法及び市街地建築物法案を審議する都市計画調査会の幹事を務めた。また1917年に創設され内務省に事務局が置かれた都市研究会の創設メンバーの一人である。1920年、 内務省に社会局が創設されると初代局長に就任した。1920年12月、東京市長に選出された後藤新平は3名の助役に内務官僚を据えた。第1助役は永田秀次郎、第2助役は池田、第3助役は前田多門であり、後藤新平は東京市政の日常を3名の助役に任せ、女王と称した。 後藤市長の東京市政要項の策定や財団法人東京市政調査会の設立に当たった。1923年4月、後藤はソビエト連邦との国交回復に当たるため市長を辞任、池田も6月に助役を辞し、しばらく京都の山荘で過ごした。1923年9月の関東大震災後、内務大臣の後藤新平が帝都復興院を新設して、 その総裁になると、理事権計画局長に就任し、帝都復興計画の立案に関わった。復興院では、土地区画整理をめぐって、副総裁、宮尾俊二と共に、消極的な拙速主義を取り、積極主義の副総裁、松木寛一郎や、建築局長佐野力と対立して、計画縮小を招いた。1924年12月、京都府知事に転出し、 1926年、神奈川県知事を務める。1929年に内務官僚を辞する。退官後は、大阪市立大学の前身である、大阪商科大学市政科を中心に専修大学、京都帝国大学などで教弁を取る。その間、都市調査会の機関誌、都市公論東京市政調査会の機関誌、都市問題などを通して、都市問題、 都市計画全般の研究、評論に尽くした。その生涯に2 0 0余の著作を残した。1939年、人縁により死去。ありがとうございます。